はい、こんにちは、スバシオスです。今日2個目の雑談動画です。これもね、ちょっとまた話題が違うんですけど、どうしても今日撮りたくて、話したいうちに話しておいて、動画のネタをね、少しでも、アウトプットしたいなと思って。はい。今日、この内容はですね、今日話す内容は、僕がちょっといつも、長年、もうここ数年陥りがちな、辛いのは自分だけ病、辛いのは自分だけ症候群みたいな。これって俺の中ですんごい厄介な敵だと思ってて、人生において。なんでしょうね。結構世の中いろんな人がいるから、いろんな辛い思いをしてる。なんか、その辛いの程度とか、どれだけ環境がね、悪いかとか、もう人それぞれでね、高いも低いも、さらにその奥底も、いろんな人がいるけど、なぜか自分がこうなんか辛い目だったり、あんまり良くない環境に置かれてると、こんなに辛い思いしてるの自分だけって、なんかどんどんこう視野が狭くなって、そう思いがちになっちゃうんですよね、俺って。皆さん、そういう人いないですかね。で、それを克服するにはどうすればいいかなって、今日で考えて、なんか今日ちょっと思いついたのは、要は辛いのは自分だけじゃないって納得できればいいじゃないですか。なので、そのなっちゃ納得できるする納得できるようにするには、どうやって他の人のその辛い話とか辛い状況っていうのを飲み込めばいいのかなって思ったら、なんか例えばツイッター、まあ今は X ですけど、ツイッターね、旧ツイッターで、なんかすごいいろんな境遇の人のそのツイート内容とか文章を読むだけじゃ全然足りなくて、なんかそれだけだと、はあ、そうなんだみたいな、あんまりどれだけ辛いかとか、あんまりこう、自分の中で相当想像力がないと共感できないじゃないですか。だから、例えば直接話を聞くなり、まあ通話とか、あと直接会うとか、で、あとは動画、そういう辛い思いしてる人のなんか話してる動画とかを見たり、あと映画、そういうなんか、辛いけど頑張ってるみたいな、そういうの題材の映画を見るなり、それぐらいのことを、情報をこう自分で摂取して、もうなんか疑似体験とか感情移入できるレベルまで、その他人の人生をこうちょっと、まあお借りしてちょっとね、体験してみる、見て初めて、あ、辛いのって自分だけじゃないんだっていう、ちょっとそのなんか負のループから、悪循環から抜け出せるんじゃないかなって最近思いましたね。まあ本当に、なんだろうな、その自分だけじゃないって分かった途端、なんか急になんか勇気が湧いてくるっていうか、そう孤独じゃなくなる感じがするんですよ、自分の中で。それを、今日、さっき、ヨーカドーでご飯食べてて思いました。なので、動画とか映画とか、そういう、ちゃんとした作品を、たまにはお金払って、そういう他人のね、作った、その人生の疑似体験っていうのを、たまにはお金払ってでも、買わなきゃって思いました。そうすれば、自分のこの悩みが、ね、自分のその人生とか、自分がこう、明るく楽しく、前向きでいられるような人生の妨げになっている、その辛いの自分だけ病っていうのを、こう取っ払うっていうかね、浄化するっていうか、やっつけるきっかけになるんだったら、ちょっとぐらいはね、たまにはお金払ってでも、他人の人生をね、体験した方がいいなって思いました。はい、そういう話です。まあ少しでも参考になればなと思って、結構こういうのって何度も押し寄せてくるじゃないですか。一回克服したと思っても、また数日とか数ヶ月経ったら、また同じようなことで悩んでるって。まあ人ってね、多分そういう生き物だと思うんで、俺もね、なかなか、克服できたと思ったら全然できてなかったっていう、そういうのあるじゃないですか、よく。だこういうの、なんかき、あのき、一回その記録に残しておいて、なんか行き詰まったり、同じことでまた悩み始めたら、自分でもこの動画見返せばいいなと思って、そういうふうにすれば活用できたらいいなと思って作りました。はい、そんな感じです。またなんか、話したい内容を思いついたら、こういうしんみり雑談もしてみますんで、はい。よろしくお願いします。はい、そんな感じでした。またよかったらね、僕のこういう しんみりした、独り言っていうか、しんみりしたお話聞いて、聞きたいって人がいたらね、また動画見てくれしゃーい。またね、バイバイ。ありがとうございました。バイバイ。